ある日、眠りから目覚めると、そこは異世界だった。語れぬ秘密を持ち旅を始める騎士アーク。だがこの世界では悪事がはびこり、罪なき人が人知れず涙していた。顔は怖いが心優しき骸骨騎士様、今日もどこかで寄り道しては弱きを助け強きをくじく、無自覚世直しいたします。この世の悪を我は斬る。テレビアニメ骸骨騎士様、ただいま異世界へお出かけ中、ご期待あれ。